はいどうもこんにちは、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。昨日出した動画 CSIS 調査リポートで二階幹事長と今井補佐官が米国に名指しでマークされているね、そういった動画をお作りして配信しましたが、おかげさまでね、あれ再生数が絶好調でございます。そこで私ササヤンですね、2匹目の土壌を狙うべく今回も、二階さんのネタをお届けしたいと思います。はい、それでは早速、女性自身からですね、橋本徹氏と百田直樹氏が二階幹事長の評価めぐり批判の応酬ということで、なんだか大阪のおっさん同士がお互いにガーガー言ってるみたいなんですけども、では本文を読んでまいりましょう。餌などもらってるわけないやろボケ、空想の世界だけで生きてるおっさんには現実の政治戦略などわからんやろ。ツイッター上でそう怒りをあらわにしたのは元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏だ。橋本氏が言う空想の世界だけで生きているおっさんとは作家百田直樹氏を指している。ことの始まりは橋本氏がテレビ番組で二階幹事長を評価するコメントをしたことだ。こういった状況だからこそ二階幹事長のようなある意味憎まれ役、中国とあれだけ付き合いをやっていたなら今の日本の状況ではものすごいバッシングを食らうけど、ああいう政治家も増やさないといけない。7月26日、自身がレギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ系日曜報道ザ・プライムでこう発言した橋本氏。この発言に百田氏は怒り心頭、下記のようにツイートして橋本氏を批判した。2階から美味しい餌でも投げられたか、世界が中国と対決しようとしている中、裏切り者、売国の二階氏を持ち上げるシーンはどこに、それとも中国から援護するように指令でも受けたか。百田氏の怒りはまだまだ収まらない。同番組内で橋本氏が二階氏のことを好意的に取り上げている別の箇所を紹介しながら、こいつ必死やなと揶揄したり、橋本氏の行政手腕を評価するとした上で、彼の持つ歴史観、国家観、外交観、国際感覚にはいくつもの疑問符をつけざるを得ないと評したり、ツイッター上での批判はその後も続いた。7月28日、橋本氏はついに反撃。冒頭のように百田氏を空想の世界だけで生きているおっさんと批判した上で、下記のように連続ツイートをした。自分たちの力もわきまえず、威勢よく吠えるだけの連中によって、一般の国民がとんでもない不幸を被ったのは日本の近現代史。政治なんて表と裏、あの手この手でずる賢くやるもの。俺の真意がわからんものは一から近現代史を勉強し直せ。それから続いて、しかしこういうおっさんが一番立ちが悪い。自分の小説がマスメディアに取り上げられないから、橋本さんのツイッターで告知してほしいとかせこいことやっておいて、世間向けには威勢よく吠える。それで俺が餌をもらっただと、ふざけんじゃない。過去に交わした個人的なやり取りにまで言及した橋本氏に対し、百田氏は後悔した。橋本氏と仲良くしているとき、橋本氏が私の本を面白いと言ってくれたので、ならツイッターで言ってくれと頼んだが、そんなにせこいことかね。別れた男に、あの時あなた、ああ言ったね、と女みたいなことを言うなよ。泥仕合の様相を呈してきた二人の対決、果たして和解に至ることはあるのだろうか。おしまいと。はい、やっぱり関西のおっさんの口喧嘩ってのは旗から見てると面白いですよね。そのまま二人で吉本新喜劇の舞台にでも立ってですね、マイクスタンドを真ん中にね一本置いて、でツイッターの中身そのまま漫才でもコントでもやってくれればいいのにと、そういうふうに思いますけれども、でですね、そんな中またしても関西から女くの一有本香里さんがあ、知ってました？有本さんって奈良出身なんですよね。ずっと僕あの関東の人かと思っていたんですが、その奈良出身の有本香里さんがこの橋本 VS 百田のこのツイッターバトルに急遽参戦ということで、何を言ったのかというと、まずね、橋本さんのつぶやきからなんですけども、こういうことをやりながらも中国の隣にあり、軍も核兵器も持たない日本は二階さんのような政治家を持っておくことが必要。自民党にも野党にも次世代で二階さんみたいになれる国会議員がいないことが不安。異性だけがいい、百田のおっさんなんか気にするな。日本の安全保障をしっかり考えてくれ。と、橋本氏のこういったね、ツイッターの意見に対して、有本香里さんが、一民間人のおっさんのことがよほど気になるらしい。かっこ笑い。日本の宮中晩餐会で無礼を働いた中国国家主席、江沢民の銅像を日本各地に建てまくろうとして、地元和歌山の県議会からも大賓縮を買った二階氏が一体いつ日本の安全保障に寄与したことがあるか。橋本さんこそ過去を勉強した方がいい。と、まあ、こんな感じで百田氏を援護射撃しております。で、この後もまだまだこの援護射撃が続いていくんですが、要点がボケちゃうんでね、興味ある方は、有本香里さんのツイッター直で覗いてください。
でね、確かに百田さんや有本さんのおっしゃるように、じゃあ二階さんが一体どれだけ国防に役立ったのかと、中国の領海侵犯に対してどれだけね、防いでくれたのかと、ね、悪い前例で言えばですね、親中派の鳩山、あるいは菅直人の政権の中で、中国の立ち振り舞いがね、弱まったのかといえば、むしろ全く逆で強まった挙句に、尖閣事件なんてものが起きたわけでございますからね。ですから、中国には、敵なる奴は無視しろと。無能ならば手厚くもてなせっていう言葉がある通り、二階氏のやってることっていうのはそのことわざにね、まんま、こう、はまっちゃってる状態なんじゃないか。というような、感情は僕にもありますね。ですから皆さんのそのね、おっしゃること、あるいはこの百田さん、有本さんがおっしゃることっていうのも正論だとは思いますよ。ただまあ私左遷はもう何遍も述べておりますが、日本は東アジアでいくつかの国と対抗せざるを得ない中で、中国と韓国の二正面作戦はあまりにも悪手であり、どちらか一方を先に撃破してからでないと。ただ物の善悪だけで隣国とバチバチとねやり合っていたら、それはそれで国益上うまくいかないのではないかと申しております。なのでまずは弱い方を先に叩く、そのための強い方の中国への抑止、いやまあ実際には抑止しきれてない部分があるので、その力をいなすと言った方が正しいかもしれませんけれどもね、親中派の二階さんを防波堤の管理人として置いたというのが安倍政権の戦略のやり方なのかなというふうに、これまあちょっと僕なりにいい風に捉えている部分もあるのかもしれませんけどもね。ただまあそんな感じで、左旋回系のね、僕みたいな視点で見れば、橋本さんの言っているその憎まれ役の政治家、今の日本ではものすごいバッシングを食らうが、まあああいう政治家も増やさないといけないよねという話も一理あるとは思いますよ。とはいえですね、戦況が変われば戦略も適宜変えていくっていうことはね、それはまあ重要なことなんで、ちょうど今がその戦略の変え時なのではというふうに思っています。世界の世論がですね、中国ってなんかおかしくないかっていう潮流が出てきていますからね。ですから風を読んで流れに乗るっていうのは、それはね、戦略上のね、重要な判断になり得ると思います。それと、ちょっとね、話それちゃうんですけども、昨日の動画のコメ欄で、このね、僕の視聴者さんからちょっとヒントをもらいましたんで、調べたんですけども、例の 500.com つながりで、聖火グループ、あるいは聖火大学の話題を出したかと思うんですけども、まだ昨日の動画見てない方はですね、この後でいいんで見てほしいんですが、聖火大学ってのは、習近平の母校なんですが、二階さんが、あそこの聖火大学の名誉教授に就任しているんですよね。おかしいでしょ。習近平の母校に名誉教授で二階幹事長ですからね。ただ僕左遷はこの就任セレモニーの日付、ものすごくなんか焦げ臭い匂いを感じましてね、なぜなら日付が、セレモニーが行われた日付が2017年の12月27日なんですよ。年末のね、この師走の押し迫った時期に、おそらくは大学も休校していることでしょう。なんでこんな時期にセレモニーやっちゃうんですかと。ここで、聖火グループつながりの、さっきのね、500.com っていう企業に話を戻しますけれども、2週間前の日経新聞、7月14日日経新聞にこんなことが書かれています。カジノを含む総合型リゾート施設 IR の参入をめぐる贈収賄事件で、自民党の白須賀衆議院議員が2017年12月、同じく衆議院議員の秋元司被告への収賄罪で起訴された中国企業、500.com 側から現金100万円を受け取ったことが14日関係者の話で分かった。関係者によると、白須賀議員は17年12月、秋元議員と共に中国の 500.com 側から招待を受け、中国への視察旅行に参加した。旅費は同社が負担した。はい。ここで出てきた日付、2017年12月に中国へ視察旅行と出ていますが、これ、よく調べたら詳細な日付は12月の27日から29日なんですよ。あらあらあら、あらあらあら、どこかの大学のセレモニーと日付が一致しているんですよね。これ偶然ですかね。いやいやいや、不思議ですね。まあ年末で皆さん忙しいでしょうからね、きっと中国に大掃除のお手伝いにでも行っていたんでしょう。でそこでお手伝い料と、それからもうすぐ年越しをするっていうんで、お年玉も合わせてね、ポンと現金100万円そらよって感じで渡されて、ありがたく頂戴したんでしょうかね。おまけにね、交通費も立て替えちゃいますよみたいなね。いやー、なんだよなんだよ、二階さん、秋元さん、白須賀さん、俺もその大掃除手伝わせてくれよと、最後はくだらない皮肉を言ったところで、本日もほっこり謎かけで締めたいと思います。習近平の母校とかけまして、いい仕事しましたねと解きます。その心は成果報酬
いやー、これこそまさに成果報酬じゃないですかね。 IR の口利きなんてね、僕にもそんな成果報酬くださいよということですね。本日も面白かったためになっていた方はですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。